これから9回カープの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。中川がマウンドに上がります。最後の締めを任されました。西川がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まああと一息ですからね。持てる集中力全て注いでほしいですよね。そうですね。内へ持ってきましたが外れました。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打席には5番バッターマクフォール。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。スライダー決まりました。スリーボールナッシングからこれはバットです。三振です。バッターは5番デイビー。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウト。変化球で空振りを取ります。試合終了。ジャイアンツが僅差。